アングルシート、ロンドワリディア教会にあるカドバンの墓石の名カドバン、アップヤゴ、またはキャドバンはグーイネズ王国の王。カドバンアップヤゴはグーイネズ王ヤゴアップベリの息子。パウィス軍がノーサンブリアのエセルフリスに敗北したチェスターの戦いの直後、おそらく615年頃にグーイネズ王に即位したカドバンは一般に賢明かつ公平な統治者であったと考えられている。 特に、法の維持と、ブリテン氏の中で敵がますます増えつつあった時代に、あっての平和の手腕が特筆に値する。アングルシー島のロンドアリデア教会にある、カドバンの破壊詞には、カッタムイニスレックスセイピンタイシマスをプイノティシマス、アマニアムレグムと研究されている。カドバンの死後、王位は、カドアスロンアップカドバンに継承された。カドバンは、ジェフリー・オブ・モンマスの、 ブリタニア列王子の伝説のブリタニア王の中に加えられている。ジェフリーはカドバンをカドワヌスと呼び、北ウェールズの王から後に全ブリトンの王となったことにした。チューダー家の仮想園チューダーはカドバンの子孫であるため、チューダー長を開いたイングランド王ヘンリー7世を通じて現イギリス王室の系図にも連なることになる。ありがとうございます。